元気よくお客さんを呼び込む子どもたち。今日富士グラン四万十の特設ブースで販売されたのは、四万十市の愚童小学校5年生が作ったかりんとうです。四万十市では四万十農法米と銘打ったブランド米を生産しています。これは清流四万十川の水質を守るため、田んぼの濁った水を流さず魚に害のない農薬で育てた米のことです。愚童小学校の5年生は総合学習の時間で米作りを学んでいて、四万十農法米と同じ方法で米を作り、去年秋に収穫。その米を使った加工品を作ろうと去年11月から考えてきました。プレーンとさつまいも味の2種類で、価格は1袋350円です。今日1日で880袋が売れました。1回食べてみたんですけど、すごく美味しかったので、帰ってまたみんなで食べます。美味しいとか感じてもらったり、あったり、これで この買ったことが四万十川を守ることにつながるんだなと思いながら食べてくれれば嬉しいです。今日の売り上げの一部は四万十川清流保全基金に寄付されます。